20歳の春に東京に出てきて、とにかくプロのミュージシャンになってやるとか。僕はちょっと違うんだみたいな、僕がやりたいのはこれじゃないとかっていつも思ってる。みんなが持ってないもの俺持ってるかもっていう、なんか直感的なものがあって、音でもう表現するしかなかったので。初めて太鼓聞いたのが6歳の時だから、ここの綾部に来たのがその時だったの。6歳の時だったで、この秋祭りであちこちでどんどこどんどこなってて、あ、何これ何これって、まあ、それからきっかけ。国に行っても太鼓ってあって、で僕はその綾部で和太鼓、綾部太鼓っていうのを小学校1年の時からずっとやってて、であの高揚感とかあのリズムでこう持っていくトランス感っていうか、なんかそんな気持ちっていうのがあのずっと好きで、でその後洋楽かぶれていくんだけども、やっぱり自分が求めてるリズム感とかグルーヴ感ってやっぱああいうもんなんだなと思う。ピンポーン、失礼します。どうもありがとうございます。どうもどうも、ご無沙汰の、ご無沙汰の、本当に本当に初めて東京で知り合った人がまっちゃんなの。へぇ、プレイヤーズマガジンで、はい、で初めてあのそこに連絡先が松本って書いてあって、はい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 、私二十歳になって2ヶ月か3ヶ月後ぐらい、うん、そうだよね覚えてるもん。82年の4月に俺自分でトラック運転して京都から出てきたの。そうなんだ。ゴータはやっぱり東京に音楽をしに来てたっていうのがすごくあのよく出てました、ね、もう、うん、もうドラムもやっぱ全然違うし、ミュージシャンっぽいよね、ゴータは。なんかこう多分もう目指してきたのが、目指してきてるんだみたいなこれでやっぱりやっていくんだっていうのがすごく伝わったよね、うん。僕はでも二十歳の春に東京に出てきて、誰も知らないし、でも俺はとにかくプロのミュージシャンになってやるとか、バンド作ってやるんだみたいな気持ちだけで出てきて、若い頃はやっぱり本当に洋かぶれ者だったので、とにかくなんか都会に出たいとか外国に行ってみたいとか、そういう欲求の方が大きかったので、うぬぼれとかじゃなくて、なんか自己催眠でもないけど、僕はちょっと違うんだみたいな、僕がやりたいのはこれじゃないとかっていつも思ってる時期でしたね。クロコダイルっていうライブハウスが原宿にあって、で友達がそのニュートビートっていう面白いバンドがあるから見に行くって
まあ、当時にしてもとんがりまくったバンドっていうか、それでベースがいないっつって友達を介して僕を誘ってくれて、でドラムを叩いた音にグルーヴがあるんじゃなくて、ドラムを叩いて次にもう一回叩く間に頭の中身がどうなってるかっていう、そこにあのグルーヴがあると思うんですよ。とにかく豪太みたいにいいドラマーは自分の強力なグルーヴを持ってるし、僕はその時に日本で超アナログなレゲエバンドでミュートビートってなって、でもう一方ではすごくなんかもう最先端的な技術のキーボードとか使ったりとかするメロンっていうバンドをやってて、でその2つを掛け持ちでやってたもんだから、とってもデジタルとアナログのなんか良さとかネガティブな部分も含めて勉強になってて、でそのメロンでロンドンに行った時に、あれこれみんなが持ってないもの俺持ってるかもっていうなんか直感的なものがあって、その生ドラムといわゆる打ち込み機械のドラムを融合させてる、そういう職人的なっていうかドラマーとかは、まあ、日本にもいなかったし、ロンドン行った時なんかも全然いないし、アナログなドラムの音とそういう打ち込みのドラムの音っていうのがもしうまく融合したら、それってこれから先の時代の音楽っていう意味で言うと無限なんじゃないかなと思ったんですね。でそれを向こうに行ってそのイギリスの友達とかと話してもしょうがないし、そんなに英語も得意じゃなかったから音でもう表現するしかなかったので、ツアーでボンブザベースっていうグループをやって、その時もターンテーブルと僕はエレクトリックパーカッション、それはすごい面白かった。ヨーロッパいろいろ行って、ボンブザベースの時は本当にみんなで寒い思いもしてたくさん歩いたりとか、もうシンプルレッドはもう逆にもファーストクラス等って言って全部何でもオーガナイズされてるし、すごかった。それで一番はイスラエルとか行った時にみんなで視界デッドシーに行って、みんなでガーンと浮いて、それで遊牧民の人のところに遊びに行って、そこで見た星が綺麗だった。やっぱり多分ツアーって旅人だから、こういろんなものを見て、でまた次のなんかこうアイデアになったりエネルギーになったりすること、これね、僕のソロのファーストアルバムはそのシンプルレッドのツアーやってる時にいろいろ考えて、その場でいろいろ曲ができたものとか作ると。まだもっともっといっぱいいろんな行ったことない国はやっぱり行ってみたいし見てみたいし、で最終的な夢はやっぱりその人たち、もう各国どこにでも絶対太鼓あるから、その人たちとこうなんだろう、セッションというか打ち解けたいなっていうか、更新してそれでいろんなことを知りたいし、やっぱりそういう伝統なものかもしれないけど、そこからまた面白いひらめきも出てくるし、でその人たちのまた歴史とかも勉強できるし、いろんなとこにまだまだ行ってみたいですね。